はい、こんにちは、なんかです。宇野社パート20、続きやっていきたいと思います。これなんか上の方にイベントサーチ出てるかなと思ったけど、やっぱ出てなかったね。ってことはまだまだイベントサーチ使うほどでもないですよってことなのかな。ちょっと詰まり始めるとイベントサーチが出るっていうことなのかもしれません。ということで続きやっていきます。多分ね、役割によってあのイベントがね違うらしいんですが、バグやってみる？一回やったし、あんまりかな。でもバグで、この前勝ったし、バグやってみたいんで、ちょっと、バグちょっと難しそうだよな。いやー、じゃあバグやりたい気分なんで、バグやります。はい、ループ25。よし、敵を見つけ出すんだということで。はい。今回は、うちはもうずーっと科目でいきます。あ、留守番もやりたいんだよなぁ。あーなるほど。この二人か。かわいい、ラキオの笑顔。かわいいね。あー、よち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 。かわちいね。お、せっちゃんがめっちゃ喋ってくれる。あ、バグも名乗り出ていいんだっけ？あー、さっきも、でもさっきもっていうかパート19前回でもさ、バグさ、エンジニア名乗り出てたよね。ありか、やるか、やるか。あ、あ、シャーミンがいる前回いなかったシャーミンが生きてる。今度はへえ、これ驚いた、と。グノーシアってのは嘘で攻めてくるんだな。本物のエンジニアは俺だよ、この俺。お、3人かな ?3 人だ。あ、こんわ。なんだその顔。あ、説が怪しく見えると。うち今回誰と仲いいの？しげみちか。なんか珍しいな、しげみち。これ、かばうは、人間をかばうのは嘘じゃないらしいので、ガンガンに弁護していこう。で、ガンガンに弁護していこう。もう。あ、しげみちかなと。あらあら。いやいやいや、うち弁護しよう。じゃあ、しげみちとかね、仲いいので。これで、なんかね、有効度がね、多分1ポイントずつとかね、溜まっていってるはずなんですよね。あー、ドクターはいっか、まだ。あ、ジョナスを疑うことにしよう。ジョナスなぁ。乗っとっか、じゃあこれ。あ、でも、いや、バグなら何言ってもいいのか、別に。同調しとっか。ああ。投票始める。これ一回ジョナスに行かんか？なんか、うち疑われてたし。あ、よしよし、ヘイトが一個も向かってない。いいぞ。よしよし、今度はうちにヘイトが一個もない。あり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 。よしよし、今回いけるかもしれん。レベルアップもできる。そしてびっくりマークもある。じゃあ、かわいげ、かわいげかな、やっぱ。疲れる。そのね、可愛げを上げることによって、好感度が上がりやすくなるらしいので、可愛げ上げときます。誰だ？ゆりこ様だ。え、ゆりこ様？ちょっと怖いな。ちょっと怖いなぁ。ゆり。あ、なんかか。え、協力ですか？あれ？ゆりこが絡んでこない？なんか落ち込んでない？どうしたの？なんか、めっちゃ伏し目がちだ。どうした？空を眺めていました。何この BGM？ え、これゆりこ様の BGM？ まあ、すごいゾワゾワってしちゃった、鳥肌が。どうしたの？ああ。星々に比べれば人間など、矮小な存在。矮小？飛翔かな？だが星々とてさほど偉大なものではない。
所詮神々の遊具に過ぎません。この地を作った狂える神々の。ゆり子様どうしたの？なんかうちにそういう喋り方してくれんの、なんか初めてじゃない？いつもちょっとなんかバカにしたような感じやのに。捉え方の問題なのでしょうね。宇宙は人間のうちにある。ならば結局は己次第。好みではかなわぬが、お前ならばできるかもしれませんね。己を、この宇宙を変えることが。自分を変えたい。なんかゆり子さんめっちゃ可愛い顔してない？ゆり子さんもめっちゃ可愛い。どうしたの？どうしたの？そんななんかいつものちょっとなんか、すべてを射抜くような目じゃなくて、なんかすごい少女のような眼をしておる。うちバグやから見抜かれてる？もしかして。自分変えたい。自分変えたい。自分変えてみたいと言った。いいでしょう。手を貸してやろう。ゆり子様。ゆり子様？わっ！やあ、またこれ！ああ、人格など幻想、己の情動パターンを抑制する機能に過ぎません。待って、うち操り人形にさせられちゃう？お前のように不安定な存在ならば、いくらでも作り変えることができます。このように、何すんの？ゆり子様、マジ何？どういう存在？ゲーム、能力値を振り直すことができます。スキルは使用条件により、能力値を下げると使えなくなりますが、また能力値を上げれば使用できます。マジ？超助かるか？どういうこと？めっちゃ助かる、めっちゃ助かる。これ可愛げとかに振り直せるじゃん。めっちゃ助かる、めっちゃ助かる。どうしたの？いいの、いいの？どうしよっかな、どうしよっかな。カリスマとロジックいらへんなと思ったから、ちょっと待って、これ10にして、一旦。可愛げあげよう、可愛げあげよう。やった、可愛げ上がった、可愛げ上がった。演技力はグノーシアとか、今バグだし、そういう時に必要だから。カリスマロジック。説得。カリスマはいっか。カリスマいっか、うちも。セルスもガン上げしとこう。これいい、いいっすか、いいっすか、これ。いいんですか？あと演技力だね。これ一回だけかな？今回だけかな？これ完全にボーナスステージだよね。ロジック。演技力、ちょっと待って、カリスマちょっと上げる。でもカリスマないとなんか、使えないやつあったよな。カリスマ。どれだ？これか。名乗り出るのが使えなくなっちゃうんだ。でもこれ、喋ることによって結構、系統が集まっちゃうから。投票しろ。いやー、待って、でも。いや、銃は欲しいか。使えてたやつがなくなるのはちょっと嫌だもんね。使えてたやつがなくなるのはちょっと嫌だね。これにしよっか。これ十分じゃないですか。バランスいいですね。いや、ゆり子さんもありがとう。これでいきます。ありがとうね。お前は己の変化を願えるんですね。いや、ちょうどね、カリスマじゃなくて、可愛げとね、ステルス上げたかったんですよ。本当にありがとうございます。めっちゃいいじゃん。ありがとう、ありがとう。これ、ボーナスステージじゃん。その愚かしさが、羨ましくもある。めっちゃ興奮しちゃった。ありがとうね。偽装しろ、嘘をつけ。中の人、茂道ということで、じゃあ、茂道に人間と言います。これで中の良さが。
え、クノーシアマジでやっぱコメット狙いだな。はい。しげみちはグノーシアじゃないと。乙女はグノーシア。あ乙女書く黒だこれあードクター行くか。あら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 、いや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 、これもう乙女は、いや、やるかこれ。乙女これでも完全に、ちょっと待って、うちが、うちが真の、うちが真のエンジニアでないことがバレてしまうか、これ。いや、うん。これも、うちはグノーシ、乙女をグノーシャだと言ってないけど、いいのかな、これ。またポカやっちゃいますか、これ。大丈夫ですか。うんうん、あらあら反対されちゃったね。まいっか。おお、同調しよう。え、なんだあのそのはい、うん、しげみち超かばうじゃん。あ、 ありがとう。あら。おお。シャーミンのこの断るときに、お前を信じているわけ、お前を信じてないから断るじゃなくて、自分を下げるっていう、このシャーミン、本当に、はあ、人を狂わせる。はぁ、狂わせるな、人を。乙女でいいだろ。てっちゃんが中に入れると。レムナもと仲悪いな、うち。なんでこんな仲悪いんだ？あ、何もできないな。あ、シャーミン、シャーミン、カピカピって言われたけど、シャーミン。ビビるカピカピって言われたけど、シャーミン、どこ行こっかな。おいおい、なんか俺とお前は敵同士だろ？気軽に来んなって、ピリピリしてる俺がアホみてえじゃん。あー、かわいい。かわいい。ちょっと、ほんまかした。ほんまかしたね。え、敵同士なのにこんななんか、和ましてくれること言うのめっちゃ可愛い。あ、そっか、あれ？ちょっか、あ、そっか、シャーミンエンジニアか。そりゃ敵同士じゃ。ほんまや、ほんまや、ごめん、ごめん。ほんまや、そっか、シャーミンと敵同士だった。ごめん、ごめん、なんか、全然気づいてなかった。ごめん、ごめん、それは申し訳なかったね。あ、で、ククルシカを白出してればいいのかな？意味ないか。意味ないかな。でも、ククルシカにさっき投票されたから、ちょっと意味ないかも。やられた。やられた。調べられたー。こわぁ。誰が調べたの？誰が調べたの？なぁ、シャーミーくそー。まあ、しゃあない。シャーミーに調べられて。シャーミンに調べられて消滅したならそれもよかろう。これ、ナーカノソには誰も気づいてないんだよね、多分。あ、気づいてる。めっちゃ気づかれとるが、もうなんや。もう言ってよ、じゃあ。いいな。ナーカノソで気づいてんならいいな。
なぜか乙女の方に票が集まると。なんかうるさい。ああ。可愛げも、ステルスも上げてたのに。ああ。はい、15分。ちょっと短いからもう一回できるかな？もう一回やります。パート20なんでね。ちょっと長引いてもいいだろうということで。これパート20なんで、記念すべきパート20、もう一回やります。バグ難しいな。最後まで生き残る必要があるの難しいな、やっぱ。あ、ごめん、減らしちゃった。留守番も、でも、消されやすいので、守護天使ワンチャンいいですかね。守護天使かばうことによってなんか効果上がったりとかはないかな。それかガチガチのエンジニアやってみる？ガチガチのエンジニアやってみるか。これ久しぶりにガチガチのエンジニアやるか。エンジニア好きかも。はい、以上。明かすか。はい、自分がエンジニアだと宣言しました。はい、エンジニアです。はい、待て待て、エンジニアは俺だけだぜ。中は怪しいぜ、こいつは。江戸っ子。おー、うちらだけだ。これいいですね。やりやすいぞ。あ、お、留守番と。あ、いいな。留守番も楽しそうなんだよな。留守番も次やりたい。ちょ、なすかやし。そうなんだ。誰と仲いいの？ゆり子様だ、やった。ゆり子様はラッキーボーナスステージってことが分かったので。いいか、しげみちで。いいか、しげみちで。うん。これ、ワンチャンしげみちもうすぐ釣れるんじゃないの？え？そんなことないよ。ありがとね。これも、しげみちを、どうにかすればさ、マジでうちの独壇場で、守護天使にね、守ってもらおう。あ、勝ったな。勝ったー、これは勝った、絶対今回勝った。いや、よし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 、これ、なんか隠しろでしょ。なんか隠しろ、ジナ。これ、なんか隠しろムーブ来たな。おー、やったやった、なになになに、おあ、いいな、この空間。ちょっと。この空間。いいですか？いいですか？ちょっと、失礼しても。ちょっと待って。これ、いいですか？ちょっと。失礼します。あ、楽しいね。ねえ、どうしたの？ねえ、ジュランちゃん。ああ、ジュランちゃん、どうしたの？あー、ジュランちゃんどうしたのね。うん、かわいいね。あ、どうしたのステラ。あー、ステラ。どうしたのどうしたの。はい、こういう楽しい。あ、べべ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 。はい。あのね、こういう楽しみ方もできますということで。いやー、いいですね、これ。この船は、あ、ごめん、めっちゃ真面目な話してた。すいません。この船はどこに行くの？そうですね、船内にグノーシア汚染が発生している現状では、ちょっとずれます、漂流しているような状態ですから、守備よくグノーシアを排除できれば。できてます、今できてます。最寄りの宇宙港を目指すことになるかと存じます。宇宙港を目指してんだ。今の優先航路は可愛い、美しい、横顔綺麗だね。うん。現在の設定では、アンファン星系からオンヤン星系。今後は状況次第で、アラコシア星系といったところでしょうか。星々点々とするんだね。アラコシア星系。
思うところが。はい、ジラ様はこの辺りの中域にお詳しいのですか。高中完成してるから。あ、まあさようでしたか。それは心強いですね、なんか様。高中生館って何。あ、かわいい。幼女じゃん。かわいい。いたよ、ずっとね。あ、真ん中にいたじゃん。だって今ジナとさ、ステラの真ん中にいたじゃん今。真ん中でさ、二人の話聞いてたのになんで見てないの。お呼びではないようだ。話を続けるジナとステラの頭を後にした。さあ、うん、仲間に入れてよ。はい、チナの、ステータスが増えましたということで。職業は高中管制官。あー、だから真面目なんだね。これ、警察みたいなことだよね、多分。あー、警備員かな？警備員ってことかな、これ。いやー、道理で真面目。本当に真面目。誰を調べますか？ね、じゃあ、茂道が完全にグノーシアだってことが分かったので、てか、中に入れる人いないんだな。じゃあ、茂道かばってる人は？あー、レムなんか？この時点でもう。あ、でもドクター名乗り出てないんだな、まだ。てか、レムナンがマジでナーカに対しての怒りがすごい。レムナン調べよう。ユリコ様、待って。うちと仲いい人みんな死んでく。あ、レムナン人間と。あー、マジか。ちょっとうちの仲いい人誰じゃ。セッちゃんか。はい、レムナングノーシアではないと。じゃあ、グッドドクター名乗り出てもらおうか。あー、シピとシャーミンか。調べますと。あ、し、え？あ、どうしよう。これまずいか？ AC 主義者か、バグだったってことだよね、これは。ん？バグは違うのか。AC 主義者か、AC 主義者か、じゃあ。まずいかな。あ、乙女と。へぇー。あー。でもコメットの言うこと絶対だからな。あ、シピと。あー。まあ、シピかシャーミンどっちかだもんね。あー。乗っとくか、じゃあ。コメットがそう言うならそうでしょう。レムナンはなぁ。レムナンはなぁ。あー、そうなのか。そりゃ、そうなるが。いやー、まあ、茂道が人間、グノーシアだった時点で中に疑いが向くのは当然なんですが、まあ、AC 主義者という可能性、お忘れじゃありませんか？皆さん、待って、かばえよ、誰か。誰かかばえよ。まずいかな。雑ないける？かわいいからいける？え、うち今20あるよね。自分の状況、あれか。あ、20ないんだ、まだ。かわいいからいけるか？かわいいからいけるか？おお、よしよし、いけるいける。これで釣られるリスクを減らすことが、できる。よしよし、いいぞいいぞ。誰も止めるな。くーくー。いや、でも二人持ってきた。二人持ってきたから。二人乗ってきたから。誰だっけ？乙女。乙女かな。乙女でもシピでもどっちでもいいんですけど、何するか。なぜかジョナスに行く。これが分からんのだよな。
うちに一票も入らへんかったってことは、うちの可愛さが上回ったってことだね。あ、せっちゃんとか行くか、じゃあ。仲いいもんね。せっちゃん。あー、中のことは信用してるけど。これ前も見たね。うん。これ多分、あんまり好感度は高くなさそうなやつかな。あ、普通ぐらいかな。じゃあ、せっちゃん調べるかい？それかもう、角打ちするか。シピ。バグの可能性もあるもんね。シピやるか。アジナが消滅。あれ、シピ人間じゃん。うん、いや、でもバグの可能性もあるからな。え、ジョナス・イズ・グノーシア・イエア。おお。あら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 。あれ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 、わかんなくなっちゃったな。あら。SQ ちゃんが無口と。あ、仲悪いんだね、もう。でも確かに SQ ちゃんずっと黙ってたね。ステルスのなせる技かな。シャーミン、あ、ごめん、うちが人間、シピのこと人間で言っちゃったから。ごめんごめん、次シャーミン見て、シャーミンも人間になったら、また別の話になっちゃう。あ、待って、かばいたかった、かばいたかった。かばいたかった、ちょっと今。かばって好感度上げたかった。あー、ククルしかもう喋んないと。わかんないなぁ。かばってみる。いや、わかんないな。また君か。いや、確率で人を疑うっつうのも性に合わねえな。つっても俺、もともとなんか疑ってますけどね。いや、かわいい。いや、なんかって呼び捨てされるの嬉しいな、シャーミン。な、シャーミン。え、誰もかばってくれへんか。え、雑談しよっか、もう一回じゃあ。疑われた後に雑談始めるのやばいかな、でも。でもさっきさ、雑談したおかげで、疑われなくて済んだしね。もう一回、ちょっと。何人持っていけるかな？何人持っていけるかな？あー、ステラ、お前さ、お前はもう、委員長がよ。どうしようかな。でもさっきさ、コメットが乙女怪しいって言ってたから、乙女、いやでも、今疑われてる人に入れへんかったら、うちが投票が多くなっちゃう可能性があるので、まあ、ラッキオンで言ってることはわかるよ。ただ、一回シャーミンを調べさせてもらって、二人とも人間で出たらさ、どっちか AC 主義者ってことがわかるから、SQ ちゃんやってみるか、一回じゃあ。あ、いけたね、いけたね。そんでうちが疑われへんと。雑談の効果ありか、これ。あとやっぱり可愛げか？あ、いいぞ、いいぞ。めっちゃ調子いい、めっちゃ調子いい。え、めっちゃ調子いい。で、あ、いなく、いない、いないね、いないね。いや、シャーミン疑ってきたけど、どうだろう。あー、これ嫌われてんな。くせえくせえ、嘘くせえのは誰だ？あーは、お前だよな、か。これ、一番嫌われてるやつじゃないですかね、もしかして。めっちゃ、すっげえ。いや、来るな、これ。マジで興味ない人にする。態度だな、これ。きっつー。泣きそう。きっつー。すいません。きっつー、これ、心に来る。ごめん、シャーミーもやるから。あれ、襲われませんでした。あー！こらー！シャーミン、こらー！はい、うどん社でした、と。おー、 SQ はグノーシアだったと。
やるか、投票しろ、もう。もうバカバカ、おー、よしよし。ラキオ、信用してくれたか、これでうちのことを。ああ。いやいやいや。いやいや、コメットは信用できますけど。ありがとう！コメットー！いや、コメットにこれ言わせたらもう、こっちのもんよ。はあ？なんでお前は、出しゃばんな、バカ。え？いやいやいや、え？ああ、よかったよかった。おお、よかった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 。これ、かわいいさのおかげですね。ちょっと待って。特に誰もかばったりなどなんだりも。あ、そう。雑談するか雑談するか雑談するか、もう殿下の報道行くわ。 Here we go。 コメット、いや、シャーミンでよくねえか。いや、ちょっとうちだってエンジニアだよ。あー、うるさいって言われちゃう。18あるのに可愛げ。いや、高すぎるか、高すぎたか、これステルスがダメなやつだね。ごめん、あー、やっちゃったか。頼む。いやー、同票か。うるさいって言われちゃったな。様子を見る。全員で言うと1位、反対1位、反対2位、反対3、賛成2、賛成3、賛成4、結論を出す。うちうるさいって言われたからな全員で言うと1位、2位、3対1、賛成4、賛成5、お、賛成、反対2、結論出すと。コメント、あ、でも、まあ、いやー、心苦しいが、でも、これでも結構いけたのでは？重道はでも、無能者じゃなかったけど、SQ とジョナス、あ、違うか、ジョナスは違うから、SQ ちゃんとシャーミンが連れてて、あと一人が誰かって話だよね。シピは真のドクターでしょ？あ、で、ラキオがお留守番。で、セツ、ステラ、ククルシカ、乙女、レムナの中に、隠れグノーシアがいると。仲のいい人はセツ。セツちゃんとちょっと仲良くしとく？より仲良くしとくか、セツと。あれは、好感度もうちょい、まだ足りないのかな。これでうちが当てればいいんだ。当てればいいんだね。
ちょっと待って、見るね。うちこれ当てたい。シャーミンと、ちょっと待ってね。当てたい、当てたい。ああ、戻っちゃった、戻っちゃった。ちょーん。シャーミンと SQ が、クノシア。まあ、シピが確定のドクターだということを仮定して、シャーミンと SQ が、プロ。っていうことを、カンマ見て、上からちょっと、シャーミンと SQ。まあ、SQ ちゃんが、あれだよね。科目だったから釣られたんだよね、確か。あれ釣られたんだっけ、SQ ちゃん。あ、ククルシカかばってんな。シャーミンがククルシカをかばってると。あれ SQ ちゃんって噛まれたんけ。違うよな。あれ SQ ちゃん釣られたって。まあなんか全然ダメ。ククルシカをシャーミがかばってたところに一旦いけるかこれ。いけるかな、いけるかな、ククルシカかな。ちょっと待って、もう一回見ていいですか、もう一回見ていいですか。もうラキオは何なんだ、マジで。おめ。いや、ククルシカ喋ってないんだよな、全然。いや、でもシャーミンが、ククルシカだ！あ、すごい！これな、もしかして中をめちゃくちゃかばってくれてる人がいる？あ、ククルシカ人間だ。これ、すごいぞ。ククルシカは人間だったと。報告を求める。おし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 。これ、勝てるのでは？勝てるのでは？どうだどうだどうだ？でも、生信用できない。いや、ククルシカはでも、人間だから、バグの可能性もワンチャンある。あ、ワンチャンないわ。違う。うちが見たから、ククルシカは絶対違うから。ククルシカかばおうかじゃん。ククルシカは絶対違うと。うん。うるさい。ありがとうありがとうありがとう。んー、なんでだ。てらわし、いやー、バチバチですなー。いや、バチバチやなー。ありがとうありがとうありがとう。これめっちゃ、あ、守護天使か説。めっちゃかばう発言してくる。これ分かったな。これ今めっちゃメッセージ伝えてくれてたね。これ、なんかの中でさ、もう完全にさ、ククルシカ、シピ、セツが白になったから、ステラじゃん、これじゃあ。ステラ、セツがめちゃくちゃ守る発言してくれたの、これって守護天使ですよ、アピールだよね。で、シピはドクター確定だし、ラキオはお留守番だし、ククルシカは白出ししたから、中目線もステラしかないわ。あ、違う、待って、ま、ごめん。あ、ごめん、待って。あれ待って、ごめん。乙女とレムナ見逃してた。ごめん。右上見逃してた、ごめん。どうだ、いけるか、でもこれ。これでいけたら強くない？スムーズ勝ち、いけますかね？どうだ？どうだ？まだ、まだ、まだ続くんじゃ、まだ続くんじゃ。まだ続くんじゃ。あ、レムナの仲悪いね。あー。あ、今日、仲良くしてくれ。お前だけだ、うちを疑ってんのは。にゃー。え？あれ？ククルシカ？ククルシカ食われたのか。
乙女グノシアだ。やった勝った。あれうちもなんか全然、はい、グノシアでしたよと乙女が。投票しろ。あ、そっか、ククルシカは隠しろってうちが言ったからか。そっかそっか、一回調べた人はもう何も言えないからか。これもう、はい。抵抗する。コールドスリープするのはいいんですけど、ちょっと心配だろ。変な風にならないかなって。うふわーっとしすぎだろ。やーだね。やーだね。乙女だよ。え？足ピーがなんか、盛り上げてきた。あー、ちょっと聞きたいんだけどな。みんな大切なやつはいるのか？こいつだけには不幸になってほしくねーってな。いるよ、大切な人。ちょっとここで話すのは、ちょっと気恥ずかしいんで。へへへ。言いませんがね。へへへ。まあ、しゃ、しゃ、まあちょっとここでは言いませんが。好きな人のお話？私を作ってくれた博士にもう一回会いたいな。あのね、死んだら会えるよ。後輩本能の脳機能なんてとっくに解明されてんだけど、何か疑問でもあるの？ん？後輩本能の脳機能？どういうこと？大事な人の話をしてるんですが、そういう話はしていないんですけど。もうそういうことばっか言って否定してるからね。うちが最後のエンジニアだぞ。やったー、イエーイ、バーカレムナンのバーカ。あ、え、なんで乙女もう分かってんだよ。乙女もう分かってんだよ、自分だってことが。じゃあない、これは。いやー、久しぶりに勝ったな、これ。いやー、よかった、なんかちょっと、ちょっと大変だったけど、勝ててよかった。レムナーは何なんだ、マジで。レムナーマジで何なんだよ。うち、人間って言ってあげてんのに。レムナーとマジで相性悪い。なんだ、こいつ。レムナーマジ感情人間だな。やったー、勝ったー。あ、でもバグ排除してないかも。あれ、バグは待って、バグ、あれバグ排除してないかもしんない。いける、え、大丈夫かこれ。え、ごめん、これ説多分守護天使だったと思うんだけど、え、ごめん、バグ見つけてないかも。やったか、やっちまったかな、やったかな。お疲れ様、ここまでだね、私たちの勝利。今回は極端なアクシデントはなかったね。ほら、西武都線やククルシカ騒動みたいな。うち知らんで、それ。知らん話せんと、ネタバレすんな。ネタバレすんな。うちククルシカ騒動気になるわ。ククルシカがめちゃ声を発したらめちゃくちゃ音痴だったみたいな。ククルシカ騒動というのは何のことと聞いた。ごめん、また、うちこういうこと言いたくないねん、軽率に。軽率にさ、せずちゃんとの時の流れが違うことをさ、匂わせるような発言したくないねん、マジ。無神経。やめて、そんなこと聞きたくない。やーごーやめて、本当にもうやめて。無理。ごめん、ごめん、ほんまにごめん。ほんまにごめん、はっ、もうゲームの中のうちマジ無神経。バカ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 、ごめんごめん。ナーカが言っていたじゃん。あ、そうか、今のナーカはまだ経験していないんだね。やだ、もうやだ、うちとせあ。いや、私も時々失念してしまうけど、ナーカと私とではループする順番が違うんだ。
今回の長川は26回目のループ。でも私にとってはこれが61回目だよ。いや、黙っちゃった。もう。あ、でも61回目なんだ。前なんか200回とか言ってたから、その頃のせつちゃんともまた別ってことなんだね。あ、なるほど。そして私が次の62回目のループで出会う中は、もしかしたら2回目の中かもしれない。つまりそういうことなんだ。へぇ。ずっと重ねていってるわけじゃなくて、もうループ先が違うこともある。じゃあうちがさ、今回62回目のループで出会ったのが、せっちゃんが62回目のループで出会った、わかんない。うちが次のループで出会う時のせっちゃんは1回目のせっちゃんかもしれないってことだよね。そしたらうちの方が先輩ってことになるんだね。あ、そういうこと？本当にうちがせつちゃんを追い抜かす可能性ある？え、それならちょっとまだ救いがあるんだけど。私にとっては31回目のループなんて忘れがたいけれど、余計なことは言わないどくよ。先入観は持たない方がいい。これループ回数によってイベント固定されてたりするのかな？次31回目でなんか必ず起きるとかあんのかな？そうだ。一つアドバイスをしておくよ。初期条件では、いろいろな設定を試した方がいい。その方が特殊な状況が発生しやすくなるみたい。自分の役割だけじゃなく？あ、特に自分の役割は重要だよ。人間だけではなく、グノーシアやバグにもなってみた方がいい。特殊な状況では、有益な情報が得られうるから、ただ、漫然とループしているだけではなかなか手に入らないような、ね。ああ、そろそろループが起きそうかな。これだけ繰り返すと大体タイミングも分かるようになってきた。それじゃあ次の私にもよろしくね。ふふ、変な挨拶だけど。いや、せつちゃんとのこのね、あの二人きりでお話しする時間が何よりも尊いんだよ。ありがとね、本当に。ありがとね、せつ。あ、これせつと仲良かったからかな。いや、これバグ大丈夫？あ、よかった。排除できてる。あ、よかった、よかった。コートスリーブできたんだ。あー、ククルシガがずっと守ってくれてたんだ。せつは何だったんだ？めっちゃ匂わせてきたけど。せつめっちゃ守護天使匂わしてきてたけど、ククルシガじゃん。何なんだ。いや、最後にせつちゃんの更新されたデータだけ見てね。主人公と違う順番でループを繰り返している。ほー。そっかー。じゃあ次に会う説は本当にもう2回目とか3回目の説ちゃんかもしれないってことだよね。よかった、すごい。経験値 1398 エクストラポイント。ナイスー。これ使ってね、また可愛げとかステルス20まで上げていきたいと思います。これ、今回めちゃくちゃ良かったんじゃないでしょうか。ちょっとね、時間結構かかっちゃいましたけど、すごい満足ですね。いやー、良かった。いやー、勝てたなー。やっぱ人間サイドで勝てるといいなー。うん。いや、楽しかったです。はい、これパート20、これね、ちょっと長くなっちゃいましたけど、まあ、パート20、ちょっと、まあ、お祭りみたいなことでね、まあ、楽しめたので良かったと思います。はい。じゃあ、こんな感じで。パート20、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ほなまたー。たまたまー。